高校バスケ日本一を決めるソフトバンクウィンターカップ2020。男子決勝は終盤にドラマが。仙台明星はエース山崎イブのスリーポイントシュート。最大17点差を逆転します。残り12秒、対する東山のキャプテンヨネスのフリースロー。再び同点に。そしてラスト5秒、決めたのは明星山崎。仙台大明星が3年ぶり6度目の栄冠を手にしました。